整ったようでございますので、それでは西山御殿公開再開を祝してどうぞ。3年前の東日本大震災の時にですね、この建物も大きな被害を受けたわけでございます。完全解体ではないんですけれども、柱と梁と小屋組だけに解体をいたしまして、皆様方のお力添えによりまして工事を進めてまいりました。青山荘が工事囲いを取って観光客の皆様方にご覧をいただけるようになったということで、私も大変喜んでいる次第でございます。自然と歴史を生かしたまちづくりということを中心にいたしまして、これまでも進めてきたところであります。歴史的な資産遺産等々を活用する中にあって、この復旧が一日も早く行われることを心から願っていた次第でございます。少しでも多くこの西山御殿にお客さんが来ていただけますように、年間を通じて頻繁にイベント等を打ちながら集客力の向上に努めてまいりたいと思っております。この見る景色がいいですね。そうですね。このずっと向こうまで、ね、ここの敷地なんですね。そうそうそう、敷地です。はい。で、貝殻っていうのがすごいですね。普通だったらこうなんかの葵の紋とかね。葵の紋のこういう雰囲気出したのがね、出てるんでしょうかね。ここで大日本酒の編纂を最後までやっておられたので、これが大日本酒をしまってあった棚なんですね。ここでその学者さんたちと打ち合わせをしたり、会議をしたりして編纂をしてたら、台所があって、ね、でそれにその先にこの建物に今なってますけど、この辺がねちょうど台所だった場所ですよね。まあ、一番驚いたのはその骨格っていうか屋根組、屋根のこう胸になり、その周囲なり、その屋根の部分ね、貝を落としてみたら非常によく残ってますよね。これ文政の修理、文政に建て替えた時の木組みが、それは非常にびっくりしましたね。で、胸札がちゃんとあって、だからこれは文政の修理だっていうことが、まあ、確認できた。実際屋根の裏がどういう構造になって、どういう木組みになってたのかっていうようなことはもちろんわからないわけですから、そういうことをね、実際に現場で確認し、この目で見られたということは、それが貴重な体験だったと思いますよね。はい。実はまだこの平成の大修理はあと残り3分の1ぐらいあるかな。今年度いっぱいぐらいかかって、畳とか建具とか入れていかなきゃいけないんですね。で、三国港のその隠居の場所だっていうだけではなくて、三国港の考え方が宿った建物なので、例えば身分の上下がないように、その間のね、来客の客間と三国港がいらっしゃった御座の間との間に敷居がなかったりっていう、そういうその精神の部分がきちっとこれからも伝わっていくように残していきたいなというふうに思ってるんですね。